アッチヒロナキサダルレンジェヒロユダイトロシアオイでーす。はい、ということでですね、例えば動画をご覧になっている皆さんちょっとびっくりしてるかと思いますけども、本日、9月の22日ですね、生配信のご予定だったんですけども、ちょっと急遽生配信が、困難な状況に陥ってしまったということで、現場でね、はい、動画を撮らさせていただいております。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。あれありがとうございました。あれでした。お願いします。お願いします。本当にごめんなさい。ありがとうございました。でも本当に今日今もうあれよ、カットなしでいくから、はい、ガチでそのまんまの動画あげるから、はい、だからもう生配信見てるのと同じってことで、そう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 ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ジュヒロさん茶髪ですね。コメントないです。あ、そういうのないか。今そういう流れはい、ということでですね、本来ね、生配信え、なに、え、え、え、ツアー完走新体制1周年おめでとう。祝なの、祝祝なの。すげえこれやばくない？めっちゃおしゃれやん。これが黒ゴマクリームか。これはイカスミじゃないか。イカスミだと思う。まあ、これたま食べれます、すごい。これ全部食べれるやつ、すごい。マカロン食べたい。マカロン食べたいね。めっちゃすごい。テープ食えるかも。わからん、ワンちゃん。これ食える。テープ食えるかも。テープいけるって。じゃあ、そういうことで。ゴールテープ。はい。みんなにね、一緒にお祝いしたかったんですが、今、写真撮るよ。写真撮っちゃう、撮っちゃう。撮っちゃう。あらあらあら。すげえ。すごい。これすごいな。すぎるね。これ。カズマ持たなくていいの？大丈夫、大丈夫。俺、いい顔やるから。すごい。こっちね。いきまーす。3、2、1。はい、OK でーす。はい、ありがとうございます。やばい。いや、すごいな、これ。食べたい、食べたい。とりあえず企画だけ。とりあえず、撮っちゃおう。撮っちゃおう。撮っちゃおう。はい。よし、よいしょ。あといただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あとで事務所行って食べるわ。はい、ということでですね、ちょっとお祝いしていただいちゃいましたけど、はい、はい、はい、まあじゃあそうですね、ツアーもね、新体制もね、1年迎えた皆さんのおかげですので、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくケーキいただきます。いただきます。はい、ということで、生配信でやる予定だった、はい、企画をね、これからやらせていただこうかなと思うんですけど、本当に僕ら、さっきのケーキもね、これからの企画も何のことだか一切わからないんですけども、うん、ちょっとここから上の皆さんお願いしてもよろしいですか。それではゲームマスターさん。はい、ゲームマスターはい、お願いします。お願いします。はい、あれ、僕ら4組目、4組目、先行着席、着席してるから、着席してるから。皆さん静かになるまで5秒かかりました。5秒は早い方だろ。早いな。静粛に。皆さん、今日のタイトルお分かりですか？分かんないです。ああ、勉強の秋。勉強の秋。勉強、今日は皆さんに勉強をしていただきます。はい、どっちが勉強？テストです。はい、2人1組で、チーム戦で。なるほどね。あら、負けたチームにはしっかりと罰ゲームも。うわしっかりと。やだ。負けたメンバーには罰ゲームとして、はい、夏休みの宿題を貸します。うわぁ、やだ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 。宿題嫌い。ガチやだ。ガチやだ。宿題頑張ってもらって。もう夏終わった。もう終わったよ。秋だよ。マジか。いや、マジかよ。勉強の秋言ってるから。1チームごとにホワイトボードを渡しますので、はい、ホワイトボード、
そちらに回答の方お願いします。素晴らしい。新しいもの。重要だな。これで皆さんに見えるよ、皆さんによく見えるように大きめに書いてください。はい。これチーム大事だぞ。これチーム分けってもう決められてるんですか？してます。うわ。あら。準備がいい。重要。でもちろんカンニングは禁止になります。はい。でもチーム内での相談は OK です。はい。協力してね。はい。協力プレイでお願いします。で今回の勉強してもらう教科は。理科社会英語の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 理科社会肝心な国語と算数がないわけ。はい、ではまず一回戦を行います。呼ばれた人は席についてください。あ、そういうことなんだろうな。なるほどよね。そっち系か。え、チーム発表しない？あ、言うんでしましょうか。これから発表。はい、まず1チーム目サトルリョーガチーム。おー、チーム目、ケイレンチーム。まだ未来はあるぞ。お前、髪が多いから無理か。髪が多いじゃん。お前も派手じゃん。今最初に発表したチームで1回戦目やってもらいます。あ、2チーム。なるほどね。はい、はい、席替え。え、もう今度は言う。なるほどね。そう、勝った勝った。これは、VS なの。あ、これトーナメント形式ってことね。やばいぞ。来ました。え、トーナメント式、これトーナメント形式ってことこれ。こんなの余裕やで。したな。ごめんな。悪いけど、ガチで。え、ガチで。俺、エンタメとかないやん。派手髪だからダメだな。派手髪の色じゃ無理か。髪は黒くしないと。まあでも髪は黒いってな、頭いい証拠だもん。そりゃ無理か。それは無理だな。無理に無理やるな。はい、ではじゃあここからはオールインの。待って、こっち入れて。大丈夫か。なんだなんだ。ゲームマスター。ゲームマスター。失礼しました。失礼しました。審判ヤハキ大丈夫。ヤクミ大丈夫です。ヤハキヤハキ。各教科5問ずつあります。1問ごとに30秒間のシンキングタイムが与えられ、回答する流れになります。はい、空欄での回答は禁止です。何かしら回答してください。はい、もち、はい、緊張するな。じゃあここからは、オールインの教育係の浜田君。先生お願いします。先生っぽいな。先生でしょ。学校みたいなのやめてほしいな。すごいな。なんかマジで先生っぽい。何か電気シチュー生みたいな。クロマッシュやめてくれ先生。おぉ、ちょっと本格的。めっちゃいい。すごい。うわ、すげえ。本格的だ。頑張れよお前ら。気持ちは高いよな。本格的やる。いくわよ。はい。じゃあ1問目は理科から。はい、理科いいよ。はいはいはい。俺薬剤師になりたかったよ。はい、全部理科関係ないよ。理科関係ないから。俺はアルコールランプ。はい、1問目。はい、ギュグク。はい、ごめんなさい。植物が光合成によってできるものは何でしょう。シンキングタイムスタート。え、そうだよね、そうだよね。え、そうだよね。ちっちゃい。ちっちゃ。え、こっちもなんですよ。これ違う。ちっちゃ。これは多分ないよ。これ元か。元だよ。元だよ。これ分かんなそうだぞ。めっちゃ細い。あいつら分かんなそうだぞ。ありがとうございます。え、雄大くん答えられますか、これ。雄大くんいけんのか。雄大くんいける。まあ雄大くんだからね。何やったの。チェリーくんは分かります。ああ。俺も分かります。これは分かんなかったらやばいっすよ。さすがにやばい。これはね。これはすごいやばいです。はいはいはい。じゃあ答えを一斉にオープン。スペイン、ガッツペン、デンプン、酸素、酸素、あれ、それでは答えを発表させていただきます。答えはデンプン。酸素。あ、答え2つです。え？あー、デンプンと酸素が答え。イエーイ、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 ちょっと待って、チームみたいになってるやん。これは10ポイントかな。半分ですね。デンプンと酸素もなんだよ。酸素とデンプンが出てます。何でそのマイナーな方。相場酸素なんですよ。2番目いくよ。はい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 。時間ないから。ちんぷんかんぷんではない。ちんぷんって何？粉なの？
粉ってやめて。でんぷんってこいくよー。じゃがいも、じゃがいも。いきまーす。じゃがい。コウモリは脊椎動物ですが、その中でも何類に分類されるでしょうか。時期タイムスタート。3、2、1、終了です。ちょっとあの漢字わかんない。いいよ、漢字は全然どっちでもない。お前すげえな、おい。大丈夫ですか。見たか。それでは一斉に回答をオープン。せーの、ベン。何？爬虫類。爬虫類。暗黒類。なんだそれ。分かんない。じゃあ分かんない。なんか洞窟にいるやん、コウモリって。黒いね、うん。暗いからね。トイレだ、トイレとか。暗いところに、これは暗いところにいるから暗黒類。そっちはちょっと迷いました。いや、なんか鳥類かなと思ったけど、いやそんなアンチョビじゃないやろみたいな感じですね。あ、じゃあ卵類から爬虫類。正解は哺乳類です。あー、来た。じゃあ両方外れ。はい、じゃあどうぞ。引っ掛けか。あ、僕の視野からな、もうそしたら引っ掛けか。よし、次3問目いきます。はい、3問目いきます。むずいな。写真を出すので、はい、そのものを答えてください。マジか。2つあります。ちゃんと1個ずつ出していいですか。うん、1個目でん。はい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 、もうもう、はいはい、これこれの道具を答えればいいってことね。なんて名前かってことでしょ。そう、これを2個書くの。もう1個出すよ。もう1個、うん、じゃあ2つ書いたらいいんですね。はい、2つ書いてください。いきまーす。いい、2つ書くって。せーの、ドン。うわぁ、俺もわかります。はいはいはい、なんだっけこれ。うわ、なんかピスカ通りみたいなやつだったよな。静かにしてダメだよ。よしよしよし、これはもう中学で習います。これは大丈夫、これ大丈夫。早い、絶対みたいなやつだったよな。不安な顔してますが、ね、大丈夫ですか。パラ、パラゴンだ。ラストリバーね、うん、ダメだよ、答え言っちゃ。ちょっとダメだよ。いや、出てきてないわ。はい、10秒前。これはもうもらいまして、じゃあ2チーム一斉に答えをオープン。せーの、はい、ドン。読めれていいよ。はい、アルコールランプ、プレパラートガラス。あー、なに、ガラス、ガラス、プレパラート。正解は1個目アルコールランプ、はい、2個目プレパラートです。イエーイ。スライドガラスと間違えてるわ。確かに、スライドガラスとカバーと間違えてる。お前がガラスって言ったやろ。お前が。じゃあ4問目いきまーす。リードして良いもんだ。すごいね。最高気温が20度以上の日を何と言いますか。え、もうシンキングタイムスタート。20度以上。おお、でも35度以上は、え、これ遅いんじゃない。そんな考えること。これあ、絶対違う。なあ、ちょっと遅いよな。違う、普通に第一インプレッション、第一インプレッションでいかないと。直感直感直感。あ、じゃあ一回直していいよ。問題間違えました。え、まあ、ちなみに今なんて書いてました。摂氏。はい。まあこれ答えないんですけど。え、じゃあこれ今間違えて問題。あ、問題文を間違えました。問題文を間違えました。35度以上の日のことを何と言うでしょう。もうそれはもう大丈夫です。これは分かります。これは分かります。漢字は分かってない顔してるな。35度超えたらもうサウナだよ。そうだよ。やばいやばい。サウナしかないよ。いいですか。
じゃあ一斉に回答オープン。せーの、はい。真夏日、猛暑日。猛暑日。おお、正解は猛暑日です。惜しい。惜しい。真夏日は30度以上とかじゃなかった？いいよ、額出さなくて。正解。こうやってバカがバレてくるんだね。最後、リカです。リカ最後です。はい。いきますよ。次の元素記号を答えてください。うわー、待って。うわー、待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どういうこと？俺これ言うなよ、シンプルなのにな。元素記号だけはなんで？骨ってこと？わかるわかる。カルシウムってことえじめってこと？窒素。どういうこと？そういうこと？窒素ってなんだっけ？銀は、さっき銀はこれじゃん。ケイスが、あ、なんだっけな？ケイス、ケイ。10秒前。ケイ、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 4、3、2、1、終了。はい、終了。そしたら見せた、見せた、これおかしいだろ。回答してね。そしたら一斉に回答をやばい、わからん、オープン。はい、せーの。あ、待って、ケースわかったわ。やべ、ミスった。 CAH2CHお前も分からんのかい。回答してる。 MGK。 じゃあ、読み上げていいよ、回答。回答、カルシウム CA です。はい、おい、はい、言ってますね。水素 H。 はい、うわっ、あ、間違った。あら、窒素 N。 はい、おお。銀 AG。 AG は逆か、お前 MG じゃない。ケイ素、ケイ素 SI です。お前これじゃマネージャーなんだけど。アグレッシブ、アグレッシブ。ダメだ、俺ら。やばい、むずいもん、思ったより。理科終了でございます。次は社会に移ります。これで全部やって、全部やんだ。じゃあ社会、なるほどね。1問目いきます。はいはい。兵庫県の県庁所在地はどこでしょう。早い。違う、まあ、かん、これは何の道。簡単だからね。これは分かりますね。これやばい、俺ちょっと今これやばいわ。分かったよ、これ何の道。あ、これか。あ、ちょっと待って、全然漢字とかは大丈夫です。あ、いいよ。あと10秒。漢字分かんないけど大丈夫ですか？オッケーですか？じゃあ二組とも答えをオープン。全編神戸市。正解。ナイス。ナイス、お前。こいつさっき赤市って書いてある。なんで？じゃあ赤市。それは本庄四五線です。え、それよ、それも言って、本庄四五線あるよ。ない。赤市って書いてました。はい。はいはい、カズマくんがチクりました。チクりまおるな。はい、2問目いきます。はい、続いて。スパイル、スパイル、スパイル。ロシアは何大陸でしょうか。うわー、ちょっと待って。シンキングタイムスタッティン。大陸でしょ、趣味じゃねえじゃん。お前家だもんな、ロシアな。結構じゃない。生まれた時な、実家ロシアだもんな。簡単やもん。ロシア大陸特に。すごいね。ひらがなで言ってる。すごいな、楽しそうやな、真珠、そこ。どうせ当たるんだよ。全部 OK ですか。はい、上下サイズ。それでは、二組とも回答オープン。せーの、ユーラシア。ユーラシア。正解。やばい、危ない、危ない、当ててくるな。これこれ、カタカナのユーラシアとひらがなのユーラシアだと、なんか楽しそうな、あれがすごいな。遊園地的なね。すごい。はい、3問目いきます。ちゃんと聞いてくださいね。はい。603年に聖徳太子が制定した役人の位を冠の色で区別し、家柄にとらわれず才能や功績のある人物を役人に取り立てようとする制度は何でしょう。これレクに持って出したのなる。これレクに持って出したのなる。これどういうこと。こいつ何言ってる。よし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 。こいつ何言ってる。これ有名です。これはこれはね、これは有名です。ガチで言ってんの。お前らこれ分かんの。分かりました。分かりました。ガチこれ勘弁してくださいよ。レクに出したのなる。これ確かに車だからな。あれ
正解覚えてるからね、絶対。コンデで資材の方とか言うのかな。さあ大丈夫ですか。そしたら一斉に回答をオープン。せーの、おほほ、カイジ、コンデで資材の方本当に言ってた。すごいじゃん。正解は単位12回でした。社会強えぞ。さあ4問目いきますよ。死ぬぐらいならいけるわ。こちらも2つ紙を見せるので、それに書いてある、地図記号を答えてください。あーやばい、地図記号めちゃめちゃ勉強してた。1問目バン、マジで。もう一個出すからね。今まで浜野が質問お題出してきた中で2個目いくよ。せーの、ドン。あれポケモンだよ。なんだっけ、ね、これなんでこのポケモン。あのシンキングタイムスタート。あ、そう、あれ海の、でも形から考えない。太陽から腕が入っている。太陽から腕が入っている。あれが変わってるもんね。お前、違う、違う、お前、盛るなよ、盛るなよ、お前。違う、こういうのって絶対意味あるから。違うか、あるよ、違うか。え、変わるっけ。おお、変わった気にすんだよ、もう。何しても分かる。確かに、まあいいかもしれない。そうだよね。はい、こんな感じの人。さあ、二組一斉に回答を。意味あるから全部。オープン。せーの、あれ。学校消防署、学校発電所。正解は学校発電所です。すごいすごい。発電の方か。こういうの。ああ、そういうことだ。太陽をこうやってやってる。マジで。はい、最後の社会の問題いきますよ。いきます。よしよしよし。光源氏が主人公となる作品のタイトル、作者を答えなさい。シンキングタイム、スタート。光源氏ってようこその人たち。え、ようこそ公園の子供よパラダイスの人たち。スドバイアニーズの人たち。え、光源氏でしょ。え、光源氏でしょ。はい、あれ本殿への牛じゃないか。何言ってんの。え、あれ多分コートしてみる。間違えてこいつ。5秒前。あれあれ、これ作者も言うんですよね。はい、作者も。作品のタイトルと作者を答えてください。あ、ちょっと待って待って、作者いいですか。作者、タイトルと作者だよ。これはもう信じましょう。これはいけるはず。君をいけるはず。うん、何言ってんだよ。俺そういうの苦手だから。俺もこれちょっとね、でもまあでもまあいけるといけるはず。二組一斉に回答オープン。せーの、はい。長崎式部の源氏物語。宮崎駿で刀狩り。刀狩り。正解。全問正解出ました。刀狩り。坂田美穂さん。すごい、サトル両方チーム。5問連続正解ですね。おお、すごいよ。すごいわ。嬉しい。すごいわ。宮崎駿刀狩りっていう作品ないですか。ないないっすね。参加の締めに行きます。はいはい、英語。英語、はい、英語意外といけるよ。1問目いきます。10月を英語でお書きください。シンキングタイムスタート。え、しかも英語で書くんだ。英語でお書きください。うん、おお、絶対これだ。あれ、これね、これは自信ある。こうだスペルは D です、D です。あ、英語いけるんやん。確かにサッカー合ってるし、これは全体で。サッカーで違うもん。お前、次の曲名これでいいんじゃない。これ大丈夫ですか。これがね。それでは、二組一斉に回答をオープン。せーの、オクトーバー。スペル、あ、スペルも一緒。お、正解。よし、よっしゃ、スペルも。はい、ここからここから追い上げますよ。宮崎駿刀狩り。宮崎チーム。宮崎チーム。宮崎。いきます。一、十、百、千を英語で書いてください。わあ。シンキングタイムスタート。英語で。イメージだろ。もしにかけてみた。百。
すごい険しい顔してる人が後ろに。あれ後ろ？誰が出てるんだよ。なんかぽくねえかそれ。あと10秒です。よし、 OK ですか？あ、ちょっと自信ないな、これは。これ俺ら当たったら結構すごくない？スペルちょっと分かんねえな。そしたら2組一斉に回答オープン。せーの、ワン、テン、ワン、サウザン、ワン、ハンドレッド、サウザンド、ワン、テン、ワン、ハンドレッド、ワン、サウザンド。スペルがちょっと、サトルヨガチーム正解。おお、これ合ってる。スペル合ってる。合ってる。おお、合ってるじゃん、スペル。ワンがないからでしょ。ワン、サウザン。いや、それはさ、ワンがないよじゃ無理だ。でも、ね、ワンハンドレッドまで正解。あ、じゃあそれはあれだわ、回答者の意図を汲み取ってくれてないわ。俺このワンをそのまま使ってるつもりだった。ちょちょ入れてすぐ国語的な感じなの。そう、国語だから、英語も国語だから。次の問題に行きます。アメリカに行ったらね、英語は国語になるよ。行きますよ。次のこと、次のことわざを日本語に訳してください。シンキングタイムスタート。何す、あ、これはことわざなので日本語に訳してください。え、これことわざです。ことわざ、ことわざになってるんで、これを日本語訳してください。音でもいいか、音でもいいか、あれ、あれ、そっちがいいか、なんだよ、あの、これか、チーズ、チーズ、多分これだと思う。はい、まもなく終了します。はい、でーす。終わりよ。後ろっぽく、はい、チーズサクセス。チーズ、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 チーズだよ。チーズだ。それでは、2組一斉に回答オープン。せーの、失敗は成功のもと。うわ、うわ、企業成功、企業成功。サトルヨガチーム正解。なんでそんな、頭よ、惜しかった。ちょっと4問目いきまーす。いい感じ、いい感じ。4問目いきますよ。ちょっと欲しいの、おもろいわ。この単語を訳さずに正式な英語でお書きください。うわ、なんだっけそれ。シンキングタイムスタート。VIP にしちゃう。VIP にしちゃう。とりあえず、あ、こうやって。あ、分かった、俺。これをね、英語にすんの。イエス。訳さずに英語でお書きください。いや、この後あるんだよ。VIP? え？インこれ多分これ。おぉ。あぁ。お前、すごいな。意外とすごいな、お前。残り10秒。そうなんだ。すっごいな。これしかないですよ。これ、どうすか、どうすか。え、これ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 、大丈夫ですか。当たったらすごくない。それでは、2組一斉に回答オープン。せーの、ビクトリーインポータントパーソン。うわー、惜しい。ビクトリーインポータントプリンス。正解は、ベリーインポータントパーソンです。いやー、ベリー、あ、普通そうや、そう、確かに。惜しい。うわ、惜しい。これ惜しい。最後の問題に行きます。おぉ、間違ってなかったよ。あ、ベリーだ。今から2世言ってね、言う英文を、あ、言う英文が表すものを答えてください。はい、はい。ででん、 I am loud, I'm late, I become ketchup too, what am I? お前すごいかっこいい。キッキングタイムスタート。 I am loud, I become ketchup too, what I am I?私は何々。 I'm loud, I'm red, I become ketchup too, what am I? そうだ、これ日本語にするの。これが表すものを英語で、あ、日本語でお書きください。日本語でいい、日本語でいい。ケチャップの量が赤すぎる。赤すぎる。あ、赤すま。ちょっと、なんだ、はい、はい。 What am I?はい、いいですか。はい、それでは一斉に回答をオープン。せーの、トマト、オムライス。サトルヨガチーム正解。よっしゃー、すーごい。これは、どういうこと、どういうこと。私は丸い、はい、I'm round、うん、I'm red、 私は赤い、はい、I become ketchup too、 私はケチャップにもなります。あ、さあ、答えはトマト。よろしく、かなりいいぞ。これ全部で
トマトかと思ったよ。なんか一級さん的な思考になっちゃった。ああ、やっぱり俺そう。やっぱ想像力やっぱ経験のだから。そう先言ったんだ。そう。すごいわ。そしたらその間に集計をしていただきたいので感想を。感想。MC 下手かって。感想どうでした？感想。いかがでした？感想。そう。いやでも結構決戦はいけましたよね。いや。でもね、なんかあれ、うん、なんかまた新しい扉開いたかな、僕たち的には。そう、だから、なので、ぜひ、宮崎駿さんには、刀狩りっていう映画を作ってほしいですね。素晴らしい。映画だった。あれは素晴らしかったよ。素晴らしい。素晴らしい。刀狩りね。難かったっすね、意外と。難かった。ほぼほぼ正解でしたけどな。すごい。でもね、社会行けたのが意外だったの。意外と、いや、でもすごいよ。すごい。でもなんか、ちょうど、こう、分かんないとこが分かってる。いい感じ、いい塩梅にやらさせてた。バランス取れてた。おいおいおい、次のグループ大丈夫か。だから俺らも宮崎駿の肩上がり見たいですね。見たいっすね。なるほどね。あまよくも声優として集計の方大丈夫でしょうか。ぜひ見たいですね。すごいな。はい、大丈夫ですよ。じゃあ正解、あ、正解発表で勝敗の発表を、はい、お願いします。まず、レンと K チーム、はい、3教科ね、1教科100点ずつだからね。で、109点。お、3教科で109点。どういう計算？300点満点。300点満点10でしょ。3分の1しか見てない。で、りょうが、さとるチーム、242点。おー、すごい。いい。よしよし。8割取ってる。80点。お前ら、赤点やから、電話しろ。ということで、レンとケイは宿題確定です。で、次全チームの中じゃなくて、違います。マジか。1チームで結構芸術点は高かったよ。これのチームは3チーム目、はい、恋のある結構芸術点、淳雄大チーム、イエーイ。キャボキャボ、やったー、キャボ頑張ろう、やったぜ、頑張ろう。俺は樹ひろと一緒ってことか。そう、なんでだよ。芸術点ですけど、こっち頭いいぞ。これ、芸術点必要だよ。芸術点必要。あ、俺そんな首飲んでる。残りがカズマジュヒロチーム。ちょっと大丈夫。宿題ってマジで怖いんだけど。ペンペペン。なんでなんだ。あれペンペペン。私。芸術あるよ。いける？大事だよ。アツシ結構頭いいから。いや、そんな良くないよ。社会とか強い。それでは早速、よかった、理科の方から天才のチーム聞かせていただきます。1問目、じゃがいもにでんぷんがあることを確かめられることができる溶液体は。ああ、いや、もうこれはもう経験タイムスタート。俺はもうね、なんて言ったらいいの。お前農家育ちだろ、頑張れ。あれ、じゃがいもにでんぷんがあることを確かめられることができる液体。いけんのあるよ、かい。直下信じろ、それが直下信じろ、直下信じろ、いけるか。これやな、俺これや、絶対だ、絶対だよ。絶対これでしか確かめられないからね。それでは2組一斉に回答オープン。せーの、ガルピス溶石。なんで、あっち雄大チーム正解。イエーイ、溶石。いや、でもあれだから、カルピスも溶石。後ろうるさい、早くバカ。はい、2問目いきます。カメは脊椎動物ですが、その中でも何類に分類されるでしょうか。シンキングタイムスタート。迷うじゃん。でもここは、いや、亀何ですよ。これはこっちっすか。亀ですよ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 。しかいない。だって海しかいないもん。どの国。確かに。お前、ちょ、お前これだわ。これしかねえ。絶対これ。ここにいける、いける。やばい、インク出ない、インク出ない。薄い。いけるわ。インク出ない作戦。インク出ない、ほらインク出ない作戦。あの、いいか、浜の後ろのやつだ。あれ余裕だよ。大丈夫ですか。はい、まあいいよ。はい、大丈夫です。2組一斉に回答オープン。せーの、魚類。魚類。あっち雄大チーム正解。イエーイ。お前、お前、お前、甲殻類とか書くなよ、お前。お前、甲殻類、エビとかカニやねん。3問目、どんどん来い。この器具の名前を答えてください。器具。いや、それはもうね、俺はいける、余裕でしょ。もう一個、もう一個、無点二つ。ああ、はいはいはい、イージー、イージー、イージー。ちょっと俺らの時より問題簡単なんちゃうん。え、ありがとうございます。はい、さあ、
わほうわほうわほうファンタスティック大丈夫ですか。はい、いけます。よく見てましたよ、昔ね。2組一斉に回答オープン。せーの、ビーカーとスポイト。ビーカースポイト、はい、これは、丸でいいのかな。いや、もう、あれ判断で厳しくいきましょう。厳しくいこう。厳しくいこう。1個目、ピーカー正解、はい、2個目、コマゴイ。うわ、わかった、コマゴイリベントだ。うわコマゴイリベントだ。うわコマゴイリベント、そっちか、コマゴイリベントだ。コマゴイで生産してるってこと。ちょっと、ちょっと、ちょっと、うわ、カマゴイリベント。わかったね、わかった、コマゴイリベント。コマゴイリベント、夏、夏、コマゴイリベントだ。コマゴイリベントだ。コマゴイリベント、絶対言うな。なんそれ、なんだそれ。コマゴイリベント、コマゴイリベント、どういうことだ。じゃあ次の問題、最高気温が25度以上になる日をなんていうか。あ、これちょっと分かった。ない、いいよ。新曲タイムスタート。多分ね、むずいね。25度以上、あー、でも分かった。待てたよな。待てたよ。さっきの聞いてればちょっとパッて出るかもしれないですね。そう、それって理科なんか。これは理科なんか。これた、これ理科なんか。それは教科書に載っていたから。それでは一斉に、またペンが出ない。これ自信ありますよ。回答を、はい、オープン。せーの、はい、真夏日、中間日。正解は夏日。次の元素記号をお答えください。はい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 、はい、まあ、いけるね。わあ、これはむずいの。でも35億 BGM これ分かんないね。3番ってそれ何て書いてあるの。それか3番炭素これ1、これ1、2、3、4、5、4、5分かんないか。残り10秒。リンいいんだ。終了、終了です。正解だ。それでは一斉に回答を、ちょっと待って、オープン。せーの、ダーン。出すよ、出すよ。はい、どうぞ。答え、ナトリウム NA、 はい、酸素 O、 はい、よし、炭素 C、 はい、よし、銅 CU、 はい、リン P。 うわー、ほら、俺天才や、俺よいしょー。これだ、これだったね。どう見る、どう見る、芸術戦、はずれ。芸術戦ではないよ。天才だよ、俺。俺は天才だ、俺天才かよ。よく言ってるわけないだろ。はい、社会に行きます。お前か、俺やかめろ。社会行きますよー。1問目、宮城県の県庁所在地はどこでしょう。あー、簡単じゃん。シンキングタイムですね。もう一瞬迫ったらトントンの一瞬です。さあさあ、宮城やね。宮城ですよ。宮城県。余裕だな。うわ、これ夏日マジミスった。いや、夏日は出てこない。マジミスった。大体中間日って。それでは夏日よりは一斉に回答オープン。せーの、はい、仙台。仙台、お前の地元。よっしゃ、お前の地元や。2問目いきます。はいはい、いきます。モロッコ王国は何大陸ですか。うわモロッコ、モロッコ、モロッコだろ。モロッコ、これだよ。大陸、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 そこね。はい、オッケーですか。よし、来た。それでは二組一斉に回答をオープン。せーの、はい、アマゾン大陸。アフリカ大陸。アフリカ大陸。イエーイ。むずい、むずい、惜しかったな、響き合ってた。あんま、むずい、なんかアマゾン大陸。え、待って、バカすか。うっさい、アマゾン大陸。アマゾン大陸。バカおるやん、うっさいな。次の問題、はい、ちゃんと聞いてくださいね。はい、743年に発布された土地法で、新しく開墾した土地は永久に私有していいという法律は何でしょう。ミーティングタイムスタート。
って、それやばい。すごいね。すごいことが起きてます。すごいことが起きてますね。こんなことってあんだね。それでは一斉に回答オープン。せーの。コンデエネ資材の方。言ったい。少子高齢化。コンデエネ資材の方。イエーイ。すごい。すごい世界を知ってる。すげえ読んでるやん。すげえ。これはさっきの国で。さっきのところで言ってるんだ。そう。答えたんですね。むず。すごいね。じゃあ次の問題。言ったね。はい。しずき号問題になります。はい。むずいね。一問目。バン。ああそれなんだっけ。だっけそれ。ああこれね。いや俺わかんないわこれ。何これ。二問目。由来がね。バン。ああ。え、そんな続きがあるんだ。それはね。ガラケーになった。それガラケーの絵文字ちゃん。シンキングタイムスターティ。連絡帳。なんだっけ。世代出てるぜ。世代が。連絡先見るときにね。なんだっけこれ。これでね。うわ。出るんですよね。あっちゃん分かんない俺これやすごい真剣な顔30秒あっこれやそっちゃ大丈夫ですか焦ってるこれはいそれでは2組一斉に回答オープンせーのはい田島チームから痴漢ダメツタヤ交番図書館正解は警察署図書館でした警察署かわいい警察署ほしいわ交番はあれだよ警察のバッジだようるさいそれははい5問目いきます次の一節はとある作品の冒頭ですこの作品のタイトル作者を答えなさい春はあけぼのようよう白くなりゆく山際少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたるうわシンキングタイムスタートプレッシュ春はあけぼのあれですよねあれですねさすがインテリチームですね高校の時やったわ授業でどうなんだっけ落ちますよそんなの一緒の人もしかして大丈夫でしょうか。ごめん。もう出してくださいね。はい。それでは回答。じゃあね。はい。おお。はい。せーの。はい。モンスターズインクで夏目漱石。宮崎駿風が落ちるどっちかっていうと夏目漱石でモンスターズインクね逆でした正解は聖少納言で枕草子なんだよそれ枕草子かスレズレグセじゃなくてスレズレグセスレズレなるままにこれなるほどえ、でほぼわかんないだよなだよなそうしかじゃあ英語に移りたいと思います1問目英語ね金曜日を英語でお書きください。めっちゃ簡単やん。めっちゃ簡単やん。これはいいけど。シンキングタイムスタート。いいじゃん。よし。これはいける。早いね。すぐいいよもう。え、こっちか。え、こ書けないの？え、これ記事書けないの？大丈夫？やばいね。それでは二組一斉に回答をオープン。せーの、はい。フライデー。正解。よし、よし、危な。合ってましたロゴ。ようやく一回。最初、淳雄大チームが I を Y に変えたんですね。あ、そう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 。ミスミスミス。あ、それ、淳それ飛んじゃうから。で飛んじゃう。フライ。飛んじゃう。ちょっと待ってうるさい。読めれば。二問目。読めればいいんだよ。朝食、昼食、夕食を英語でお書きください。おお。チキンタイムスタート。いいね。それでははい、グッドモーニング。
ランチ、ディナー。モーニング、ランチ、ディナー。正解はブレックファスト、はい、ランチ、ディナー。モーニングはもうただの朝ですね。ああそうだ、ブレックファスト。でもあ、そうよね、スプーキー。ランチは L ですね。でうわディナー、アツシたちだけかな。ディナーってディナーだけ正解なの。ランチ、俺ってなんかあ、こっちは全部正解。L か、え、何向かって全部、全部外れ。次の英語のことわざを和訳してください。ドン、和訳、和訳。 The airball carried the world。 The airy board。 Airy bird catching the world。 これも日本語訳にしてそう。これをことわざなので日本語で書いてください。だから、犬が歩きゃ棒に当たるみたいな、そんな本だって。イエスです。どうぞ、言ってみればわかる、これ。なんだろう、なんだろう、なんだろう、これ、なんて言うんだろう。準備は良きですか。なんだろう、さっき言うてます。いや、でも違うんだろうな。あるから、なんだろう。落ちる。なんて言うんだろう。あ、いいね、いいね、いいね。それでは、二組一斉に回答をオープン。はい、せーの、はい、いいですか。はい、鳥は早くアリになりたい。初めて聞いた。いや、小鳥たちを飛び立て。初めて聞いた。正解は、早起きは三毛の徳です。うわー、分かったよ。全然分かんない。どういうこと。なんでバーキャッチ。4問目いきます。全然関係ないの。4問目いくわよ。子供のように、はい、次の英語を訳さずに正式な英語で書いてください。 DIY。 ちょっと待って、待って、DIY を訳さずに英語で書いてください。なんだろうね、なんだっけな、これ。英語で書く。英語なんとなく。俺もわかんないよ。それ Dickies って言って僕です。服や、お前それ。丈夫なパンツちゃうねん。ジージー、なんだっけ、マジで。あと10秒。5、4、3、2、1。それでは2組一斉に回答をオープン。せーの、はい、じゃあドッグラン、あ、じゃあそれ、あ、アイ、アイです、アイ、アイです。あ、じゃあドッグアイ、ION、 ヤング、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 ヤング。正解は Do it yourself。 あー、言われたらわかるわ。マジか。 Do it yourself なんだ。最後の問題に行きたいと思います。最後、最後だ、来たか。ケールローキラスト。今から言う英文が表すものを書いてください。 I have two long ears. I like to eat carrotsWhat's my mind? あ、分かった。キャラ簡単ですわ。あ、はい、とりあえずお答えですね。はい、これ簡単ですね。これ簡単。チゲ、チゲ、これは簡単です。3秒でいきます。 I have two long ears. I like to eat carrots. あ、合ってます、合ってます。 I do it. I have two long ears. I like to eat carrots. 残り10秒。はい、いいですか。はい、それでは2組一斉に回答をオープン。せーの、はい、野菜カレー、うさぎ。あっち、大チーム正解。野菜カレー、何よ。 I have two long ears。 長い耳、長い耳、日本の長い耳。キャロットが入ってるからって。キャロット、そうそうそう。あれ、キャロットって人参じゃねえの。人参じゃ、 I like to eat だから、食べることが好き。人参を、うさぎ。お前バカかよ、ほんと。これで全ての問題が終了となります。イエーイ。カズマ、ジキチーム、はい、62点。え、300点中62点。赤点ですよ。アツシとユダイチーム186点。あー、あー、なので、カズマとジヒロ、宿題確定です。イエーイ。結局さ、結局な、こうやってバカが宿題をやることになるの。やばい、ね、やばい、バカバカやった。先生に宿題の発表をしていただきたいと思います。やー、じゃあ負けたカズマジュヒロチームと、はい、連携チーム、はい、絵に機械でもらいます。はい、まあ、しやすく宿題や。どういうこと、どういうこと。本当に宿題。いつまでやったことある。ない、ない。え、先生、あのねってやつ、うん、
違う。絵描いて、この上に絵を描くの。で、下に日記を描くの。今年の夏の思い出を絵日記として提出してもらった上で、SNS に公開します。やばすぎるって。よかったマジだよ。よかったじゃあ、頑張ってください。以上。